辞意を表明していた吉田投手がまさかの撤回、続投です。社民党は常任幹事会で7月の参議院選挙で落選し辞意を表明していた吉田投手の進退について協議しました。出席者からは今回の選挙の厳しさは当初から予測できた、吉田投手の責任ではない、投手が国会議員だという決まりはないなどと吉田投手の辞意撤回を求める意見が相次ぎました。辞意を撤回をさせていただいて引き続き社民党党首の重責を担って、そして結局議員で亡くなった吉田氏が続投することになりました。